皆さんお疲れ様です。今回しかでも今回はね、なんか初売りで買ったねフィギュアをしております。こちらじゃん。結構でかいでしょこの箱。これもう箱結構でかいんですよこれ。マジでもう本当に、まあ開封しましょう。やっぱ開けたんですね。もうねさっきね開けたんですけど、まあ一応まあ、はい、こちらじゃじゃーん。これ結構でかいっすよこれ。ほらこんぐらいあるんよもうこれ。もう本当に結構えっしょこれ。かっこよくない？マジこのアイアンマンこれ。一応これ光るんよこれ。ここら辺肩外せてね、外してなんかで、ここら辺がスイッチがあってなんかね、光るらしいんだけどね、今のところ光んない。電池がなんかないから。かっこよくねこれマジで。光るんよこれ。入んない。うん、光って、あれやな、もうサイズ多分あれ、多分あれやな、わかりやすいのがこういう感じ。ほらこうやってわかりやすいの、ほらこういう風にサイズ、これちっちゃいやつ大きいやつ、ほらもう明らかに違うっていうね。うん、サイズ比較したらわかりやすいね。まず例えば、まあ、これとか、まあ、こういう感じであるよな、これな。うん、まあ、一応俺持ってるやつこれで3つぐらい、アイアンマンフィギュア。うん、これでえぐないこれ。かっこよい、まずかっこよい、ほんまにこれ。ここら辺とかやっぱこういうな。まあ、作り、こういうの、周りの生だな、ほら。ナノテクなんで前の、これ、スーツ。うん。素晴らしい、これ。下こんな感じになってて。うん、ほんまこれ欲しかったから。これ大体今1万円くらいで買って。うん。本当はなんかもう高いんだけど、まあ、外れたら安くやでね。うん。これめっちゃええ、ほんまに。これ大事にします、ほんまに。箱もこんな感じになってて。結構かっこいいっしょこれマジで。また近くで見たいから、近くでね、こういう感じになってます。こういう感じに、こういう感じにね。うん、で裏面が後ろ面こんな感じやってて、うん、かっこいいマジこれ。うん、これいいね、迫力があって。うん、とにかくまあよかったらね、皆さん初めて買ってみてください。これもうおすすめなんで、ぜひこれめっちゃいいね。これこれプラスチック製かな。うん、素晴らしい。まあぜひ買ってみてください。こんな感じです。ありがとうございました。